左手赤番です。後ろ5番手が2番西脇美奈。今回の女子戦は120期が約半数の6人が斡旋されていますが、その120期卒業記念レースを制した実績を持っている2番西脇美奈、そして最高峰6番浜野咲、地元ラストです。全身全霊の3日間、残り1周半の地点、4番飯田重ね先頭です。隊列変化なく、2番手は5番加藤恵美、3番手1番吉村沙耶香の体勢、3番山本さくらが終始吉村の後ろ4番手、四角手前で1番吉村がスパートで4番飯田重ねを叩きました。1番吉村先頭に変わって残り1周回、追走を続ける3番山本さくらが2番手の位置、叩かれた3番手に4番飯田重ね、後ろは5番加藤恵美と2番西脇美奈、少し遅れて6番浜野咲最高峰、先頭は1番吉村沙耶香、かからせてリード1写真、2番手は3番山本さくら、踏み込む4番の飯田風の後ろからは5番加藤恵美も縦攻撃ですが、前はかかりよく1番の吉村先頭で直線に向きました。3番山本、4番飯田風の2着争い、吉村沙耶香降臨、逃げ切り勝ち1番吉村沙耶香、2着3番山本さくら。